はい、おはようございます。地担当の人です。はい、今日は、まあ、吉浜町に人形を見にやってまいりました。それでは、人形を見てまいりましょう。はい、まずはお鼻からスタートですね。はい、先ほどはちょっと淡々とした一応撮ったんですが、ただの淡々とした感想動画になってしまいましたね。よし、本腰を入れていきたいと思います。はい、ひなめぐりですよ。これが今日のメインですよ。今年も面白いらしい、期待してますよ。はい、さっきは吉浜人形のさんの方 に行ってきたんですよ。はい、いっぱい人がいましたね、今日は。それはあれですからね。はい、ほーら、人形散策マップこんな感じになってるんですね。で、持ってポケットパック。あ、すいません、人の話声が入ってしまいましたね。はい、うん、1分ですね。うん、あ、素敵なところです。はい、で、はい、早速1体目のおひなさまのありますね。あ、1体というか1組の絵のおひなさまです。こんにちは。いい町ですね、吉浜、まあ、町は。で、人形小道一番館で3ですね。はい、はい、はい、ブランコの上の人形さん、お人形さんたち、大きいですね。はい、あちらにもありますね。はい、いっぱいあります。こちらにも、人形さんたちがありますね。これは楽しいですね。あ、あっちはゴールなんですね。はい、はい、はい、吉浜人形さん、素晴らしい人形ですね。はい、あら、こっちから見ると五月人形が見えますね。ああ、なるほど。はい、とまあこんな感じです。はい、本当に感動しました、今日のひな祭りは。では最後はどうするかと言いますと、そうですね、最後は十一面観音様を見て終了といたします。はい、それから下にあるお花を取ってから終わりたいと思います。はい、はい、それではご視聴ありがとうございました。